こんにちは、ハイの人です。配信で使用できるハンディカメラの紹介です。型番はソニー HDR-CX680。価格は2022年8月現在、6万円届かない金額で購入できます。ミドルレンジの価格帯の中では、ズーム、WebEX では問題なく使用できますが、YouTube などの動画配信サービスは厳しい、といった使用感となっています。今回は画面のような配信システムの想定で、カメラ映像を収録しています。民生のハンディカメラなので、カメラ本体のメディアに収録せず、外部収録機器で収録することが多いです。早速本体の各部分を見ていきましょう。バッテリーマウント部です。電源アダプタはバッテリー部右下に端子があります。コールドシューブです。奥まっているので撮影ライトなどは取り付けれません。液晶パネル、電源ボタン等操作部分です。接続端子部です。マイクロ HDMI 出力となっています。別売りの電源アダプタです。長時間配信なら必須です。三脚取り付け時、本体が大きくないので、演台の前に設置しても目立ちません。同じソニーの AX45 や AX60 は本体が、一回り大きいので目立ちますが、コンパクトな見た目なため、設置しやすいです。次はカメラの設定についてです。初回電源投入時は時刻設定するよう指示されます。設定できたら次へをタップして、左上の×印をタップしましょう。液晶パネルが切り替われば OK。カメラ使用時の必須設定を解説します。セットアップをタップして、下にスクロールしていきましょう。まず本体マイクの音量をゼロにしておきましょう。テレビタイプ、解像度はデフォルトのままで OK です。HDMI 機器制御は必ず、オフにしておきましょう。オンにすると HDMI 映像出力に、ステータスアイコンなどが表示されます。こんな感じの映像出力になります。これだと使い物にならないのでオフにしておきましょう。次はパワーセーブをオフにしておきましょう。デモモードは必ずオフにしておきましょう。オンにしていると画面のような、グリーンセーバーみたいな表示が出てしまいます。デフォルトはオンになっているので、必ずオフにしましょう。次はカメラ設定についてです。カメラ設定に関しては、すべてオートで問題ありません。ある程度マニュアルで設定できますが、民生のハンディカメラなので、細かく設定できません。後でも紹介しますが、フォーカス、ホワイトバランスはオートでも十分使用できます。画質設定もデフォルトのままで問題ありません。本体で収録を回すことはほとんどないので、次は実際のカメラ映像を見ていきます。実際のカメラ映像です。照明は最大の明るさで、デジタルズームしていない状態です。ハンディカメラの画質としては良い方だと思います。白飛びもしません。照明などの条件は同じでズームで寄った場合の映像。デジタルズームなのでノイズが目立ちますね。これだと YouTube では使い物になりません。左右で比較してみます。よりの映像は画面幅が狭いとノイズが目立たないですね。次は照明ゲージを落としてみます。照明ゲージがハーフくらいです。ノイズがあまり増えないのは優秀ですね。照明ゲージ 20% です。オートアイリスもそこそこ優秀ですね。ここまで暗いとさすがにノイズが増えますね。デジタルズームで寄った状態で照明を落としています。ノイズがかなり目立ちますね。これだと使える映像ではないです。オートフォーカスもそこそこ優秀です。ちょっとわかりにくいですが、
照明を暖色系にした場合の映像です。民生ハンディカメラの特徴で、オートだと白くなりがちです。民生機なのでこんなもんと割り切るしかなさそうです。実際の照明はかなり暖色系の照明を当てています。動画は以上となります。冒頭で述べたように、ズーム、WebEX では問題なく使用できます。舞台照明が入っても白飛びせず、ある程度の暗点まで対応できるのはいいですね。逆に YouTube は厳しいので、使用の際は 720p くらいまでの配信に、留めておきましょう。今後は他のハンディカメラの紹介なども行っていく予定です。ご視聴ありがとうございました。